木切るのってめんどくせえ。だから店でカットしてもらおうって言ったのに。だいたいこんな立派な小屋、俺らだけでってのが無謀だよね。それでも一番わかりやすいサイトを選んだんですけどね。だからあの小屋買おうって言ったんだよ。お、なんだなんだ、もうへばってんのか。ノコギリが大変だな。そうだ、電動ノコギリとかいる？あるなら早く言えよ。やつを仲間にするのはもういいんですかい？ジェハが嫌なら仕方ないわ。物分かりがいいことで、俺が風の部族を出るときは行くのを許した覚えはないだの、白をちょうだいだの、わがまま放題。姫さん？うるさいわね、お前は別よ。別？ふん、別ってどう別なんです？どうもこうもないわよ、昔のことを掘り返さないで。そういえば白だけはそばにいなくちゃダメとか言ってましたよね。お前のそういうところが嫌い。はいはい、ご飯できましたよ。すげえだろ、あいつとは1年の時から同じクラスで、初めはお互いライバル視してたんだけどよ。今ではすっかり友達に。相手にならなかったんだね、ミコリ。でも私結構有名だと思ってたんだけどな。え、あれ、大道具ってことは先輩は劇には出ないんですか？ああ、前は出てたんだけど、今はこっちの方が好きだし。へえ。いやいや、堀ちゃん先輩は3年生までに背を伸ばして主役やるつもりだったんだよ。主役？うん、でも結局成長止まっちゃった悲しい人なんだよ。カシマくんはバカなの？いや、これでも学年上位なんだけどね。でも本当は先輩すごい演技が上手いんだよね。身長あればな。